安曇大分駅は長野県安曇野市穂高北穂高にある東日本旅客鉄道大糸線の駅である。駅番号は30。市名は安曇だが、駅名は安曇と表記される。1915年の開業当初はアルプス大分県駅と名乗っていたが、北アルプスの登山口と間違えて下車する人が多く、また本来の登山口である。 有明地区からの要望もあって1919 19年に安住追い分け駅に改称した。い分けは千国街道の池田通りと松川通りの分岐点の意味であり、両者は大町市の大町塾付近で合流する。1926年からは池田鉄道が当駅に乗り入れていたが、1938年には池田鉄道が廃止となっている。島式ホーム一面二線を持つ、 市場駅。駅舎とホームは、校内踏切で連絡している。豊島駅管理の簡易委託駅で、安曇野市に、駅業務が委託されている。午前中のみ、ポス端末で発券を行っている。指定席特急券は、料金補充券にて発券を行っている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は273人で、ある。 2000年度以降の推移は以下の通りである。駅の西側には農地が広がり、出入り口は設けられていない。東側の出入り口は小さな広場と面しており、そこから国道147号までの短い街路は、かつては商店や宿が建て込んでいたが、近年ではほとんどが住宅となっており、営業している商店は少ない。池田町 A バスの安住病院。 ホタカ駅方面への路線が発着する。ありがとうございます。